さっきから時間が止まってる気がする。早く夜になってほしい。だって今日の晩ご飯は一人焼肉だから。Do you remember things we've done together?ついに晩飯の時間がやってきた。僕にとって一人焼肉とは至福の時間。ここで言う一人焼肉は単に一人で焼肉を食べることではない。自宅キッチンでの立ちスタイル焼肉のことを指す。もちろん一人で。福岡にいた時からよくやっていたこのスタイル、一人暮らしにはありがたいメリットが3つもある。まずキッチンのフライパンでやるから洗い物が楽ちん。調理がいらないからすぐ食べられる。野菜を切るだけだ。そして何よりも楽しい。そう、一人焼肉はものすごく楽しい。まず立ち食いというところからして非日常感があるし、野菜やお肉、そして漬けだれを何にしようか考えるだけでワクワクする。それにうまい。今日のお肉は少し奮発して買ったこれ、ヒレステーキ。僕は今回特に気合が入っている。なぜか。あ、来た。実はあるものをネットで注文していたのだ。そのあるものとは、これは焼肉には全く関係ない。後から見よう。目当てのものはこっち。そうそう、これこれ。焼肉屋にあるトング、肉を裏返すのが楽しくなるやつ。あともう一個ある。これはすごいぞ。セラミック焼き網、コンロに直置きできる焼き網。セラミックの効果で炭火焼きのようにジューシーに肉が焼けるやつ。そして今日はこれだけではない。コンロの前にトングを引っ掛けられるラックを用意した。より円滑に焼肉が楽しめるだけでなく、ここにタブレットを設置すればアニメや映画を見ながら焼肉を楽しむことができるのだ。しかし今日気合が入っているのはアイテムを手に入れたからではない。これらはいわば引き立て役なのだ。今日の本当の主役は牛タンじゃ。その牛タンとの出会いは2週間前。ちょうど一人餃子パーティーをしていた時、友達で女優のたけちゃんからインスタで DM が来た。森助さん、最高に美味しいです。これしかも安い、おすすめというメッセージとともに牛タン通販の URL が記載されていた。そして立て続けにこう来た。マジで美味しいです。これ私2回買いました。写真を見て驚いた。そのまんまだ。何よりも量がすごいし、厚切りにもできる。素晴らしい。たけちゃんは同じ鹿児島出身。肉にはうるさいはずだ。気づけばポチっていた。その牛タンがなんと今日届く。牛タンが届いたら鮮度が落ちないようにすぐにさばいた網の上に乗せよう。さあ準備だ。よし、完璧だ。網よし、タレよし、肉野菜よし、あとは牛タンだな。正直お腹空いてるけど、牛タンは焼肉の玄関。野菜や他の肉から食べることは焼肉に対して失礼にあたる。待つしかない。はあ、もうこんな時間かよ。ん？なんだこの感じ。腹が減りすぎて思考が停止し、そ、あ、腹減った、腹減った。ちょっと野菜にラップでもかけるか。ちょっとやばいわ、焼肉のタレの匂いはやばい。向こうやばい。誰か僕にキスかタンをくだ。どうせこのまま餓死して死ぬ。はらへたほげーほげほげーほげブーン。
タン食べる、私食べる。牛タン来た来た、牛タンタン来た、タン来た。ん、なんか冷たい。こんな冷たいもんか。冷凍。解凍時間5時間。物を買うときはしっかりと書いてあることを読もうと思いました。そして今日一日中ずっと時間を見ていたけど、見られていたのは僕の方だったみたいです。これ、この肉を焼こうと思ったんですけど、今のコンロってセンサーついてるんですよね。高温になりすぎると勝手に止まっちゃうんですよ、空炊きとかしてると。で、まんまとそれにセンサーにこれ引っかかって全然使えないっていう最悪なんですけどあーもう腹減った、本当に腹減りながら撮ったんで。もうキャベツがこう生でもうめえわ、ほんと生でもうめえ、うめえ。トムランのタレ、トムランとめ、うめえ。諦めてフライパンでやってるんですけど、うめえ。これ甘唐辛子、甘長唐辛子、これをね文字用で塩をこうパラパラーってこれで、